こんにちは、アミロハチャンネルのアミです。今日は五日町にやってきました。見てください、この綺麗な田園風景が広がっています。お米だらけで、こちらに見えるのが穴薬師古墳です。早速行ってみます。おお、そこにあるんですね、ポツンと。あ、これは、ひょうたん型してるみたいですね。へー、近く行けばわかるかな。びっくりした。おお、田んぼあ、ブロッコリーも植えてある。ブロッコリー好きお米も好き。あ、ここから上がっていくんですね。おお、あ、なんか石碑みたいなのありまして、なんか書いてあるのかな。うん、七薬師古墳について書いてあるみたいですあ、ここですね、到着しました。こちらが七薬師古墳です。これは茨城県指定文化財になってるみたいです。そうなんだ。あ、ここまでなんですね。なんか関東地方には例がなく、学術上でも貴重な遺跡ですって書いてありますね、ネットでひょうたん型がわかんないけど、こんな感じで古墳が見られます。はい、見れるところが少なくて早く終わっちゃったんですけど、こんな感じで間近で見れるので、貴重な古墳に皆さんも見に来てくださいね。ここは五日町にある穴薬師古墳でした。アミロハチャンネルのアミでした。ありがとうございます。バイバーイ。